名古屋市道鏡ヶ池線は、名古屋市畜作内を通る名古屋市の市道及び都市、計画道路である。若宮台通と名古屋市道名古屋環状線との交点である中道交差点を起点として東へ進み、山手グリーンロードと交わる四ツ谷通り山頂大目交差点で終点となる。路線距離は3キロメートルにも満たないが、全区間で、 片側に車線及び幅30から40メートルの幸福院道路となっているほか、道路直下で名古屋高速2号東山線を併設している。名古屋高速は、若宮大通東端で掘り割りとなって、半地下式の鏡ヶ池線に入り、東山トンネルの接続部まで鏡ヶ池線直下を通過する。沿道は、主として完成な住宅街及び、大学、 高校から小学校までが散在する文京地区である。こうした沿道事情から都市高速は半地下構造で構築され自動車騒音と日照阻害問題を回避している。鏡ヶ池線は一部区間で季節の道路を当該路線に転用している。季節道路は上下一車線ずつ、ないし一方通行の京福院道路だったが、 名古屋高速2号東山線の建設計画において、経由地の一部として利用されることになり、半地下構造を採用することから相応の道路拡幅が行われた。計画当初は、若宮台通と広小路通りをバイパスする主要幹線道路と位置付けされたが、1976年の都市計画変更に伴う、原ルート確定後は、 地区密着型の道路へと性格を大きく変貌させた。左上の高架末端から始まって、右側に大きく湾曲して、左下の緑地付近までの道路が鏡が池線。住宅街を横断することから最終的に500個を超える家屋が移転し、建設反対の住民運動も熾烈を極めた。名古屋市道高速1号は、 原案では東名阪自動車道、名古屋西 JCT から、東名高速道路名古屋 IC を接続する計画で、若宮大通や愛知県道六十号名古屋、長久手線を、経由路線とした。名古屋高速は原則として、季節の高福院道路に建設し、用地買収を最小限度に抑える方針であったが、若宮大通の終点より東に高福院道路は、なく、その先には、 住宅密集地帯があった。原初計画では、畜産通り7丁目を東に進み、四谷通りを突き抜けて、東山道植物園の正門前を高架で横切り、広小路通りに抜けるルートとされたが、東山公園の美観を損ねる上に、東山文京地区との兼ね合いもあって、接続部を西に移動して東山通り3丁目とした。合わせて、騒音。 排気ガスなど環境対策の観点から、半地下式を採用の上で、地上部は片側三車線の一般道路を設けることとされた。半地下方式であることは、地面を掘り起こして、地下の都市高速を構築すると同時に、地上側の一般道路も構築するため、トンネル方式と異なり用地買収を必要とする。このため、一部で利用する既存の道路において、 福井4から8メートル程度の境幅道路を30から40メートルに拡幅の上、道路がない場所については住宅を取り壊して道路を新設することとされた。こうしたことから、概算では約600棟に及ぶ立ちのきが必要とされ、計画が持ち上がった1960年代後半には、早速騒音や立ちのき後の生活再建を心配する。 地域住民の激しい抵抗に遭遇した。しかし、高まりを見せる建設反対運動にもかかわらず、都市高速建設を求める意見も依然として多く、総合交通体系の整備は喫緊の課題でもあることから、本山名古屋市長は建設続行の判断を下すも、沿線住民に配慮して、計画を一部手直しすることを表明した。その内容は、 東山通り三丁目を抜けるルートを取りやめ、四谷通り三丁目まで直進の上、東山公園南を地下で通過、高張にて名古屋環状二号線に接続するルートで、それは住民の犠牲を最小限に抑える配慮によるものであった。また、仮に東山通り三丁目通過ルートを強行しても、鏡池通付近に比べて、 広工事通接続地点の標高が低いことから必然的に広工事通へは高架式となって接続する。すなわち環境問題克服のためにあくまで地下式を選択する場合、広工事通直下を走る名古屋市営地下鉄東山線のさらに下に高速道路を通せば相当きつい急坂となることで自動車走行は難しくなる。しかし、 同じ地下式でも東山公園南であれば、地形的に無理がない上に、住宅はまばらで、従来ルートよりも、路線延長が短縮できるというメリットもあった。この案は1976年に、都市計画決定されたが、当時の名古屋環状2号線は整備計画未決定の、ため、決定を見るまでは、鏡池通り4丁目以東は計画留保とされ、以後、 鏡ヶ池線の事業も停止することになった。しかし、この間にも自家用車が右肩上がりで普及し、都心部の混雑も慢性化していた。特に、桜2と西木通りを呼び、若宮台2は、畜作内で途切れ、東西交通を実質的に背負って立つのは、愛知県道60号名古屋長久手線一本で、これに、 東名高速名古屋 IC の開設が後押しして、広小路通りの交通負荷は高まる一方であった。このため、名古屋市にとっては、広小路通りの負担を和らげる意味合から、鏡が池線の新設は、喫緊の課題となりつつあった。こうした中で、1982年に千草通り7丁目から、春丘通り6丁目までの事業認可が下り、 事業説明会を行うに及んで一度は沈静化した建設反対運動が再燃した。住民との接触は当初は名古屋市が当たり、後に名古屋高速道路公社が引き継いだ。1982年11月にジグ通2から春岡通馬が鏡が池線として最初の事業認可を取り付けて以降は、 1984年12月に春を勝つ、田代本通りが認可され、これと並行して用地買収も進め、全区間の買収が終了したのは1997年10月であった。折しも買収時期にバブル景気が重なったことから、土地の値上がりを期待する住民との妥協点を生み出すことに困難を極め、住民との話し合いに多大な時間を要することになった。 こうした中で、用地取得と関係しない、若宮大通等端部から順次工事を開始し、鏡外気線区間も用地取得の進捗状況を見ながら順次開始した。事業も大詰めを迎えた頃、終点の四谷通り3丁目付近では、東山トンネル掘削のための四谷縦工が設けられていたが、間近に迫った鏡外気線の全通に備えるために工事半ばにして、 四ツ谷盾港を撤去の上構内作業への盛り替えを実施。これは1999年8月に完了した。こうして迎えた2001年6月、2号東山線の吹上東四ツ谷間会通によって、長きにわたった鏡ヶ池線の事業はここに完了を見た。 四ツ谷で入り口名古屋都市計画道路3.1134鏡ヶ池線鏡ヶ池線は名古屋市の防災道路に指定されている。防災道路とは震災時において比較的安全とされる場所に効率的に避難できる道路で15メートル以上の福音を有し避難時において安全性が高い市街地の大火事の延焼遮断、消防活動や緊急物資輸送に適するなどの 条件を満たすことで指定される。なお、鏡ヶ池線近辺の広域避難場所は、東山公園と吹上公園である。鏡ヶ池線造成以前と造成後の比較画像。造成にあたって多くの家屋が移転したことがわかる。造成地は、住宅街を基本として、幾多の学校が集積する文京地区でもある。出展。 国土交通省、国土画像情報四ツ谷で入り口を起点とした当初、計画ルートが広港時数に交流する地点、そこが東山通り三丁目である。この区間の住民は現行ルートへ変更されたことで退去を免れた。同時に東西直結の使名も改変され、地域密着型の路線へと用途を変更した。鏡ヶ池線の使命は二つあって、 一つは、広小路通りの交通負荷を鏡ヶ池線に分散させること、もう一つは2号東山線の名古屋 IC への直結ルートを確保することであった。いずれも当時増加しつつあった都市内交通の麻痺を解消することが狙いであったが、鏡ヶ池線の構想が提示された当時は、四日市前速や水俣病に代表される郊外問題が全国的に多発した時期にあたり、 その結果、各地で、郊外問題に関心が向けられるに至った。さらに自動車が放つ騒音や排気ガス、効果構造であるところからの日照阻害の問題にも、同様の関心が向けられることになり、新たな道路建設に対する、人々の視線も厳しさを増すことになった。こうした世相から名古屋高速の建設は、困難を極めたが、それでも、 既存道路の上に並行して建設することは、新たな用地確保を抑えるメリットがあった。ところが、鏡ヶ池線の場合は、一部区間を除いて道路、そのものが存在せず、ただでさえ難しい都市高速の建設をなおさら、困難にした。その一部の道路とて、福音が8メートルであるため、それを30から40メートルに拡幅することから、 やはり広範囲の用地確保が必要とされた。こうしたことから、鏡が池線のほぼ全区間が用地買収の対象とされ、この先の住民説得に多大な困難が予想されるとともに、立ち残される側の沿線住民の関心も高まることになった。住み慣れた完静な住宅街に突如として、幸福院の幹線道路と都市高速が出現し、 そこを幾多の自動車が走り抜けることへの不安は高まる。一方で、中でも住民の関心は次の二つに集約された。元山正夫は都市高速建設反対派の推薦を受けて名古屋市長に就任したものの、自動車需要が今後とも続くことから都市高速の建設を中止することは不可能であることを重々理解していた。 それでも鏡ヶ池線の沿線住民は強硬な建設反対を唱え、本山は都市高速必要の現実と反対する沿線住民の間で板挟みとなった。住民の主張とは以下の内容であった。など、おしなべて厳しい内容であると同時に、広範なデータを採取した上で、現実的な計画を図る行政の考えとの間に、 祖母が見られる内容でもあった。こうした住民側の声に耳を傾けるべく、本山は1973年9月に現地視察を行ったが、ここでも市によって決定された事項を市長権限で覆すことの難しさを稲が王でも痛感させられることとなった。この時の住民対話の中で市民用語の立場で市長の座に収まった本山を前にして、 住民の意見を尊重するという市長の公約を守ってほしいと本山の急所をつくような鋭い訴えがなされるもできることとできないことがある苦しい立場を理解してほしいと逆に自らの求情を住民に訴える一幕もあった結果的に現実的対応と住民救済を合わせる形で四谷出入り口付近から広小路通りまでの接続部の 区間は廃止され、その付近の住民は退去を免れた。このことを名古屋市は住民の犠牲を最小限に抑えたと説明した。結果的に本山の決断が、鏡ヶ池線の使名を東西直結の幹線ルートから地域密着のローカル路線に変設させ、2号、東山線を東名高速直結から高張終点へと導くことになった。現在、 東名高速名古屋 IC と2号東山線の連絡は、名2間 4.1km を高張り経由で大回りしなければならず、これも当時の世相と現実の狭間で苦慮した政治的対応による副産物であった。都市高速道路を高架式で建設すれば、景観を損ねるだけではなく、騒音や排気ガスの増大、日照阻害の懸念が生じるが、 トンネル方式で建設すればこれらの問題は概ねクリアされる。しかし、鏡外気線で選択されたのは半地下構造で、それは次の理由によっている。トンネル式では排気ガスを強制排気させる換気施設が必要で、換気等も構想となることで景観面でマイナスであること、及び維持費も必要となる。しかし、 半地下式では天井に7メートルの開口部があることから自然廃棄が可能でトンネル式に比べ火災等非常事態における廃炎面で有利である。またトンネル式を採用するにしてもシールド工法で採掘可能な範囲は日清通を中心として400メートルのみであること等の理由である。なお建設コストはトンネル式に比べ 高速道路建設後に埋め戻しを行うことで割高になるとされる。この半地下方式は1号クスの汽船、都心環状線の一部区間でも計画されたが、既存道路直下には下水道や隠しケーブルの埋設物があることから、オープンカットで建築することは不可能に近く、河川を半地下で通過することもできない。なお、道路直下の下水道幹線は深さ約10メートル。 大きいもので幅4メートル、高さ3メートルで2本並行する場合もあり、加えて電話線、ガス管、地下鉄などがあって、その規模や数は膨大である。それを承知で、あえて都市高速を地下に潜らせれば、工期が長期化することに加え、工費も割高になることから、半地下式は破棄され、降下式に再変更されている。一方で、 鏡が池線の場合は、住宅を立ちのかせて、道路を新設するため埋設物の心配が解無である、ことから、名古屋高速において、掘割式及び半地下式を採用しているのは、若宮大通東タン間と鏡が池線のみとなっている。半地下構造を採用したことそれ自体が、環境対策であるが、完全密閉のトンネル式に比べ騒音漏れの心配があることから、 高速道路部の進行方向左側に、吸音パネルを設置したほか、平面街路の開口部分も吸音パネルを設置の上、歩道に吸音効果のあるついたてを設置した。また、高速道路の路面は低層音舗装とした。なお、鏡が池線の平面街路は、名古屋市の原案では片側3車線、往復6車線で計画されていた。これを、 愛知県は、両側1車線ずつを削除の上、現行の往復4、車線として、道路両側の捻出されたスペースを食事帯に、転用している。結果、半近く間の地上部は、天井開口部を中心として両脇に2車線道路、緑地帯、歩道を設置することで、開口部から住宅のある、道路両脇まで20メートルを確保。これにより騒音。 排気ガス濃度の低減に努めた。平和公園内の猫が、ホライケに源を発する山崎川は、ちょうど鏡が池線の事業区域と並行することで障害となることから、海峡安居に切り替える工事を行った。事業改善は、山崎川の上流側から見て、左に、往復に車線の自動車道路、右に歩行者、自転車用の街路があり、 それを民家が挟む格好であった。これを40メートルに、拡幅の上ボックスカバーを埋め込み、現状四谷出口付近の高速道路直上を約400メートルに渡って流下している。なお、河川工事の遅れによって、吹き上げ四谷間の開通時期が上下線で半年の差が生じ、上り線が先行開業している。畜作南名町伊藤の地形は、 南側から北側に向けて緩やかに傾斜している。鏡ヶ池線はこの地形を東西に貫くため、場所によっては道路を挟むことで段差が大きくなるため、擁壁を構築するなどして対応している。路線は途中2カ所でカーブを描いている。春丘で入り口付近に R イコール300メートル、四谷で入り口付近に R イコール250メートルの 比較的大きめのカーブで、いずれもインターチェンジのランプウェイの加減速車線長に配慮してカーブ位置を決定している。ありがとうございます。